FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄、パーソナリティの国吉まりです。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組も3年目に突入するそうなんですけど、はい、まるで実感がありません。はい、2022年もどうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そうか、元旦の放送なんですよね。はい、はい、ちょっと収録なんで実感僕らはないんですけ ど聞いてる方は今日はお正月で、はい、こっちで聞いてる方もいらっしゃると思いますのでぜひぜひ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。改めましてこんにちは。まあ元旦なんですけど、ちょっとまた違うお話をしていこうかなと思います、はい、皆さんあのね、しまっちというプログラム聞いたことある方もいるかなと思うんですけど、人と人とがつながる島旅をテーマに掲げて、沖縄県に住所を、ね、沖縄県に住所がある方を対象に、県内の離島の歴史や文化、自然、離島の人たちとの交流を楽しみながら体験するモニターツアーの事業というのがやっています。でこの期間も、お正月も募集されているのかなと思うんですけど、そうですね、2月から3月のやつのモニター募集をしているみたいです。うん、うん、ですね。で、まあ、県内に住んでいると、まあ、私がそうなんですけど、まあ、意外と離島に行かないんですよね。なんかまあいつでも行けるって思っちゃってるところも多少あり、はい、なんだかちょっとまあどうせ旅行に行くんだったら県外に行っちゃえ、海外に行っちゃえっていうことにかやっぱり多くって、県内の離島っていうのをちょっと後回しにしがちなので、こういう、ね、モニターツアーなどを使っていくのいいかなとは。あ、うんうん、ただねこれねあんまり当たんないです。あ、抽選になるんですね。抽選なんだ。もうちょっと簡単にいけるんだと思ってました。申し込みして、はい、少ないとこは多分すぐいけんだけど、うんうん、俺が出したやつは3連チャンぐらいで外れました。ちなみにどういうツアーだったんですか。なんか全然覚えてないけど、はい、多分伊江島とか、うんうん、久米島とかだったと思う。で僕の知り合いの那覇に住んでる女性の子は言ってました。しまっちとか言ってあげてるの見て、はい、マジかと思っていいなってなりますね。そうちょっとあれと思ったんだけど、そうなんですね。まあ、でも、うん、あのコロナの期間の間はやってなかったんで、はい、僕も、うんうん、ちょっとほら離島に行くっていうこと自体がねなんか歓迎されないのと、うんうん、僕の場合はもう沖縄住んでないけどどう見ても泣いちゃうじゃない顔が。まあ、だから近い島行ってもやっぱりどこから来たんですか、はい、東京ですかって言われるの。うん、だそれがちょっと嫌で、はいはい、まあ、離島にもあんま行ってなかったんだけど。あ、そうか、離島に行くとより言われちゃうからってことですね。そう、国神とかでも言われるから、はい、どこから来たんですかみたいな、うん、なんですかとかって言われて、はい、いや家は宜野湾なんですけどっていう説明からいつも入る、入らないといけない時期だったんで、はい、まあ、今年はね、まあ、年も明けたし、まあ、こういうのもどんどんね、うんうん、あの西表も世界遺産になりましたから。そうですね、うん、そういうところにぜひ、行きたいなと思ってます。行ってみたいですね。まあ、その西表もありますし、ホエールウォッチングのツアーとか、まあ、21ほどツアーがあるようでして、ね、応募締め切りが1月の3日または16日、そうか、3日か16日が締め切りのツアー、ツアーによって違うんですね、うん、締め切りが、ね、多分、うん、になっているそうなので、まあ、1月1日少しお時間のある方は今から、まあね、スマホとかで調べていただいて、はい、ぜひ気になる際、ツアーに応募してみてください。ちょっとね、今、はい、ニューイヤー駅伝とか見てる人もいると思うんですけど、はいはい、ちょっとボリューム変えてよっていう、ちょっとテレビ音消してこっち聞いてみたいな。聞いてそうですね聞いていただいて、はいはい、いければ嬉しいなと思います。はい、で本日のウィーラブ沖縄は前半に空飛ぶピカチュウプロジェクトについて、で後半は少し、まあ、レコメンドゲームというのをやってみようかなと思っていますので、はい、ぜひぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。
さて本日のこちらのコーナーでは空飛ぶピカチュウプロジェクトについてご紹介していきます。空飛ぶピカチュウプロジェクト、まあまあ、そのままなんですけどねピカチュウピカチュウが空を飛ぶよっていう、まあ、スカイマークさんと HIS さんと、はい、うんうん、まあ、要は、一緒にプロジェクトを始めたみたいなやつですよね。そうですね、日本全国で行われているプロジェクトのようでして、みんなが自由に移動できるようになった時にポケモンでより楽しく彩られた日々を届けたい、大きな影響を受けている航空業界観光業界の力になりたいということで、あの HIS とポケモンとスカイマークが取り組んでいる事業になります。これ株式会社ポケモンって会社がある、私初めて知りました、ね、俺も今初めて知りました、はい、ピカチュウだけというかポケモンだけで会社になっちゃってね、すごいですね。この空飛ぶピカチュウプロジェクトなんですけど、那覇空港や下地島空港と神戸羽田を結ぶスカイマーク便の 一部がピカチュウのピカチュウジェットポケモンが描かれている飛行機になっているそうです。那覇空港で見たことあるかも。これないんですよね。そうなんですね、うん、なんか最近飛行機全然乗ってないんで、うんうんうん、多分今年入ってから、まあ、ちょいちょい東京にもまた行ったりしようかなと思ってるんですけど、はいはい、全然見てないですね。で意外とスカイマークさんってあのタイガースのなんかカラーリングしたりとか、以前は結構スカイマーク使ってたことがあって、はい、あのスカイマークって全然これ書いてない話で言うと、うん、遅延とかする率が一番低い航空会社なんですよ。だから時間通り、ね、定刻通りに出て定刻通りに作ってるんで、スカイマークは結構きっちりしてる優秀な航空会社なんで、うんうんうん、まあ、下地島の方は分かんないですけど乗ってないから、まあ、なかなか行かないですかね。そうで、まあ、下地もちょっと東京からね一回飛んでみたいなと思ってるんですけど、うん、なんかまあピカチュウがね、この辺だとどこですか、県庁前のあの、はいはい、建物の中なんだっけ、パレットパレットの中とかにも、はい、ポケモンのコーナーありますよね。 ありましたね、うん、そういえばそうだそうだ、 UAL の、はいはい、うん、ああいう感じのが、まあ、あちこちで、まあ、展開してるっていうみたいなんですけど、うん、まあ飛行こう何、空港内とか、はい、あとなんかマンホールとかもなんかやってんだよね。ああそうなんですね、マンホールもやってるんだ。そうそうそう、地域のマンホールもやっちゃってるんですよ。へ、公共機関とかもやってるし、そうですね、あの一番多分見かけるのがモノレールじゃないかなと思っていて。あ、そうだ、はい、那覇市内でねお仕事してたりだとか住んでる方とかがで結構見かける率も高いんじゃないかなと思って1台かな、うん、そのポケモンのラッピングになってあるやつがあって、はい、なんでしょう、そんなにポケモンを知らない人でもなんだか嬉しくな、なんか楽しくなりますよね、あれ可愛いなって思いますもん ね。私たち世代はポケモン なんでしょう第一世代なので、うん、すごく盛り上がっている友達も多くて。なるほど、はい、第一世代か。ポケモンが出た一番最初の多分そのポケモンっていう存在が出てきてそれを一番最初にゲームとか楽しんだ時代、世代なのでなんでしょう、熱い友達が結構いて写真とか撮って、そういう世代の人がそうなんだ、はい、まあ、俺らが言うウルトラマンみたいなやつでしょ、うん、あなんか白黒で見てたよみたいな時代なんだけど、はい、そういうことだよね。なので多分30半ばぐらい前後の方たちが第一世代で、多分その子のお子さんだとかも好きな子がいっぱいいて、親子できっと楽しんでる方が多いんじゃないかなと。あ、そういうことなんだね、うん、そんなにポケモンって長いこと今やってんだっていうのも思いますしね。なんかねポケモンのなんかアプリで、はい、ほら、チラミ水族館に、はいはいはい、なんかでかいやつが出たみたいなのとかでなんか騒いでた時期があったけど、はい、まあ、それとは別口で、まあ、ピカチュウが結構今、うん、沖縄を熱くするよと。そうですね、沖縄を盛り上げるお手伝いをするよっていうことで、うん、いろんなところでポケモンだとかピカチュウだとかを見かける機会が増えているんじゃないかなと思います。あ、そうだ、なんか以前紹介したイルミネーションで東南植物楽園でもピカチュウ、あ、そうですね、ポケモンのコーナーがあるっていう話もありましたしね。なるほど、うん、
そういうことか、いっぱいやってるってことですね。そうですね、各いろんなところでそのポケモンが見れたりピカチュウが見れたり。ポケモンすごいですね。すごいですよね。なんかポケモンのベニーモタルトとかスパイマンとかもあるんだすごいねそんなところにまで出てるんです ね。なんかこういうのは一緒にうちに声をかけてくれて、はい、フォトコンやってほしかったなってちょっと思うんですけどねじゃあこっちからちょっと売り込んでもらって、ポケモンにあやかりたいだけかっていうポケモンね、本当に世界中で有名なキャラクターたちですからね。うん、そうですね、うんうん、やっぱそういうの、まあポケモン柄のオキカもあるみたいです。へえ、かわいい、いいな、オキカ変えたいなあ、そうか、マリちゃん使うんだよね。うちの奥さんは全然、はい、オキカなんて持ってないよって、まあ沖縄市で育ってるから、ね、まあ使わないエリアですもんね。俺は持ってるんですよ、やっぱ那覇にいたし、いた時期があるので。そうそう、でパスも使えなかったじゃん前は、はい、使えなかったですね。でオキカ買ったらパスも使えるようになって、うん、どうしたらいいのみたいなこの余っちゃったよ、そうそう微妙に余ってる、これはどうしたらいいのっていうのを今でも持ち歩いてるんで、はいはい、そう、それはなんかね、このこういう、うんうん、これがまた出ちゃうと1万枚しかないとかってなっちゃうとまた欲しくなっちゃうよね。そうですね、ポケモンファンの方はぜひぜひぜひ10日までの間1000枚限定でピカチュウがあしらわれた特別デザインの1日乗車券も販売されているみたいです。かわいいだろうな。で装飾されてる、URL は2月の末までなんで、はい、あ、意外とすぐ終わっちゃうんだ。来月あと2ヶ月ですね、はいはいはい、ぜひぜひ見たら写真をパシャ、今のうち撮っといてもらって、もしかしたら今年やるフォトコンでそれが対象を取るかもしれないし、うんうん、選ぶ側にもしかしたら株式会社ポケモンの人が入ったらそれを選ぶかもしれないしそうですね、わかんないです、協賛してくれるかどうかわかんないですけど、うんうん、はい、いいな。でこのさらとピカチュウプロジェクトのスカイマーク の塗装機なんですけど、はい、機内サービスでもオリジナルの紙コップだったりお菓子だとか、その機内の BGM もポケモン仕様になっているみたいで、乗っても楽しい飛行機っていいですねと。ちょっと BGM うざいかもね仕事で動く俺らとしてはちょっとうざいかな、わかんないけど、まあ、仕事だとかね、あんまり興味のない人にとってはちょっとあれかもですけど、いいな。まあね、来る人は、うん、まあ僕みたいにでも結構いると思うんですよね、うん、沖縄に住んでて東京とか大阪で仕事してる人みたいな人もいると思うから、はいはい、まあまあ大阪には飛んでないと思うので、東京の人はちょっとスカイマーク使う人はポケモンだよなんかっていう、うんうんうん、でスカイマークの場合ってあの飛行機大体の車両に充電器がついてるんで、あ、そう、だからまあ USB コンセントがついてるんですね。そうそう、コンセントついてるんで、はいはい、結構ねそれが初め便利、まあ、まあ JAL さんとかも今アナさんとかもついてますけど、大体ね飛行機今ついてますけど、うん、そう、一番初めにやっぱりそのスカイマークは絶対どの車両もついてるみたいな感じだったんですよ。それが一つ売りだったんですね、うん、だからまあそういう分でもね、ちょっと、まあ、シートは狭いけど少し攻めた航空会社ではありますよね。もともと LCC だけど、その LCC のターミナルに着かなかったでしょ、うん、那覇もちゃんとした普通の、ね、はいはい、アナの先の入り口だったし、うん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 、もう LCC まで行かないターミナルだったから、はい、結構意外とそのスカイマークさん頑張ってるなっていう感じはあったん で、完全に LCC に振り切らない、そのちょうどいい塩梅な、うん、なんか、うん、そうそう、あのサービスとかもいいんですよ実は、荷物、預け荷物、そう、預け荷物がね、はい、重さウェイトがそんなうるさくないんですよ他の LCC と違って。ただ20キロとかでも持ってってくれるかな、はい、ただ20まで OK なのかな。あ、結構重たくてもいけるんですね。いや20キロ入れても、俺取られたことなかったですよ。へー、すごい。当時はなんかちょっとほら引っ越し荷物的にこっちへ持ってきて持ってきてって時期あったんだけど、なるほど、うん、もうあの他の LCC さん乗ってしまうと、うん、JAL で買ってくればよかったぐらいの金額になっちゃうんで、うん、あ、その大きな荷物とかを含めちゃうと、そうそう、うん、そういう分ではあのスカイマークさんは結構便利ですよ。確かに、そのまだねたくさん LCC がない時代とか、私もちょうど大学生ぐらいの時に、スカイマークが出始めてよく使ってたなっていう思い出はありますね。あと沖縄の場合は多分夏、はい、夜中便やるじゃない、深夜、深夜、早朝と深夜をやるんで、すごく安い金額で飛んでるやつだあれ一昨年ぐらいかな、去年かな、すごい痛い目に俺はあったね、台風の時にあれ乗ってで帰ったらそれでほら遅れてって、はい、
羽田着いたらもうターミナルの間移動できませんみたいな、こっちのためだから向こう行けませんって言われて、でもスカイマークがバス出してくれて、でたどり着いたとこで仮眠して、タクシーも全然来ないわけ、遅れてるから、でどうしようと仮眠して、始発で帰ろうかリムジンマスクの待とうかみたいなのがあって、それからあれを使わない、だからなんか記事書くためにやったことがあったんだけど、この深夜便に乗ってみた、そうそう深夜便乗ってみたみたいな、はい、那覇着いたら何できるよみたいなことをやろうっつってやったことがあったんだけど、タイミングが悪かったですね。そう帰りの去年去年だったと思うけど、一昨年か一昨年だったかな、はい、タイミング悪くて台風とかぶってえらい目に遭いました。はい、ね、まあもう誰のせいでもない台風のせいですもんね。そうそう、まあ、うん、なんでこの便にしちゃったんだろうねっていうピンポイントで、うん、うちのかみさんと多分帰った時だと思うけど、あ奥さんも同じ目にあってたんです、ね、すげえ嫌がってたあもう疲れるってなりますもんね。そうそう、次の日はばったり実家で寝てました確かになると思います。スカイマークは本当にすごいね、頑張ってる航空会社さんで、うんうん、沖縄をここまでしてくれるっていうのは嬉しいところもあるん で、ぜひね来る方も使っていただければ。あとね下地島もね、はい、スカイマークが就航し始めたことで、はいはいはい、空港が2カ所になったっていうことがあるんで、宮古の空港が、うん、そうですね、宮古島空港と下地島空港で、はい、だ伊良部島側っていうか、はい、伊良部島の隣が下地島、はいはい、まあ見た感じで言うと1個なんだけど、うん、一応真ん中で分かれてるんですよあなるほど、下地とちょっとそこ川があるみたいな感じでちょっとなんだろう分かれてるのね、はいはい、だからまあそ う、 ん、うん、そうそうで、まあ下地っていうか、まあ伊良部島を盛り上げようっていう、まあ、趣旨もあってやってることなんで、うんうんうん、ポケモンちゃんを使って、ぜひやってほしいですね。そうですね、はい、うん、ということで、1月10日までは県内6カ所の観光施設と那覇空港の那覇バスターミナルとユイレールの各駅でのスタンプラリーもやっているそうなので、ぜひぜひ皆さん、何がもらえるんですか、何でしょう、ね、ちょっとまあ株式会社ポケモンのサイトとか見てみたらあるんじゃないですかね。そうですね、うんうん、あピカチュウ装飾のトミカがもらえるとかもあるみたいなんで、いいな、はい、グッズがもらえるホテルがあったりとかもあるそうなので、うん、ぜひそういうのが欲しい人は空飛ぶピカチュウプロジェクトで検索して、はい、いろいろゲットしてみてください、はい、以上アリンクリン内縄ガイドのコーナーでした。さて番組の後半ではレコメンドゲームというのをしていきたいと思います。レコメンド、おすすめということで、そういうことですね、はい、お題に対して自分はこれがおすすめですというものを挙げてお話ししていこうかなと思います。シナリオライターの、はい、ひがちゃんの、新春企画ですかね。そうですね、なんかそういうふうに書けばいいのね新春企画とか言って、はいそうですね、今年の沖縄でやってみたいことだったり行ってほしいところとか、まあこうしてみたらいいんじゃないみたいなものがいろいろね出てくるかなともうちょっと正月っぽい音楽を流せよみたいにはちょっと思われてるかもしれないですけどみんなに全然なんかいつも通りでいつも通りだし、はい、まあ、僕も漁さんでいますし、はい、だからまあまあ沖縄の冬ってこんなだよみたいなところもあるしね、はい、普通に行きますんで、そうですね、はい、特にかしこまらずいつも通りお届けしてまいりたいと思います、はい、で、まあ早速じゃあゲームを進めていこうかなと思うんですけど、お題、はい、お題、はい、どれがいいかな、何でも、ダメって言ったらダメでパスで飛ばせばいいんすげえいっぱいあるけどこれ多いな、悩むな、
じゃあ沖縄そばを食べるならここ。これ難しいね。難しいですよね。沖縄そば自分も選びながらすっごい今悩んでるんですけど。沖縄そばか。沖縄そばな、なんかさ特色があんまないじゃん。特色があるけどないじゃん。なんだろうな、な食べ慣れて回数を重ねていくと特徴はどこのお店もあるんですけど、なんか外から来た俺たちとしてみると、こことここって何が違うのみたいなのって何回か行かないと分かんないじゃん。そうなんですよね、うん、ラーメンみたいな強烈な違いとかがないのでないんだよな。でもなんか俺だったら南城のくんな島かな、うん、あもずく、もずくそば、もずくそば、もずくが練って入ってて、はい、付け合わせとかにも生もずく出してるみたいな、あの大島の手前の左側入ってるところなんだけど、はいはいはい、なんかあそこだけは他にないって思ったんだよね。確かにもずくが入ってるそば、沖縄そばって、ま、ないかも。なんか売ってはいるんだよね、練り込んであるやつを、はい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 、でもそれを出してるそば屋さんって入って食べたのってくんな島ぐらいかな。うんうん、なんかそんな感じ。確かに私も出会ったことはないかも。うんうんですね、うん、あとはあのまあ雰囲気も一緒に楽しみたいっていうのであれば、あのシム城とか末吉の方にあるのとかいいかなとは思いますね。完全に地元民じゃないと、はい、えっていう、移住してる人は多分な、はい、まんまりちゃん何言ってるか分かんないみたいな感じかもしれない。俺は行ったことあるけどうちだから俺もほらあんま基準にならないじゃん、こっちの情報サイトやってるから、はい、取材で行くからさ、いろんなとこ食べてるし、うんうん、なんかすごい便利で、那覇ですごい便利な蕎麦屋さんどこって言われたら那覇蕎麦さんっていうの。あ、もう便利そうか。なんでかっていうと、はい、沖縄そば食べれないっていう人もあそこ日本そばもあるのよ。ああ、なるほど、そっか。だからなんかそういうそば屋さんっていうんだったらそば屋はここみたいな。はいはい、はい、でちょっとまあコロナでねやってなくなっちゃったとこもあるし。そうですね、うん、そうか、うん、なんかそれほら毎回食べるのが三枚肉食べる人もいれば、はい、軟骨ソーキみたいなの食べる人、飯ソーキ食べる人もいるし、あと普通で考えたらここのそばは、軟骨葬儀だよねとか、うん、なんかここのそば、ここで食べるんだったらこれだよねみたいなものがあるから、はいはい、まあ何とも言えないかなっていうところですか。で好みありますかね。一応沖縄そばにもカツオだしベースのやつと、うん、豚骨ベースのものと、うん、あるよね。でそれだけでも結構ね味のさっぱり度具合が違うので、うん、でだからだしもやっぱちゃんといろいろ工夫してるとこもあれば、うんうんうん、なんか鰹節入れただけみたいなとこもあるから、すごいあさりするやつもあるよね。麺の太さも結構ね違いがあるので、そうですね、宮古島とかだとやっぱ丸麺だったりするから、北部行くと平べったい平麺のちょっと太いやつとか、そうですね、うん、なんかそういうのもあるんで、はい、宮古は宮古どれ行くとこ決まってて、うんうん、だから普通になんだっけな、観光サービス、伊藤観光サービスだっけ、なんだっけ、ちょっと名前覚えてない、すいません。そば屋さんって感じではないんですね。ね、マリーンの、はい、なんか事務所みたいなところで出してるそばが、島がらしがついてくるんだけど、それがめっちゃ美味しくて、はい、それだけ売ってくださいって言ったら、また食べに来てくださいって言われて、それだけを食べにそこに行く。その島唐辛子が美味しい、ね。そうそう。で、まあシュノーケリングのとかもやってるとこで、はい、目の前がなんだっけな、沢田の浜じゃなくて、伊良部島渡って左の方に行った一番綺麗なビーチのたもとにある、うんうん、そのマリンサービスなんですけど、そこの中で出してるそばめっちゃ美味しいです。回転待ちするもん俺そこすごい、すいませんまだ麺来てないんで待っててもらえますかって毎回言われる。麺待ちなんですね。すごいですね、結構穴場スポットですね。そうでも結構行ってる人はみんな、俺の周りの人はみんなそこ行く、うーん、あれどこだっけってみんな言われて、ここっつってそうそう記事書かないとみたいな、ね、おすすめしないとなって感じですね。そうですね、うん、美味しいですね、うんうんうん、なるほどです、はい、では次のお題いきます、はい、20代で移住するならここ、ちなみに30代で移住するならここもあります。あんまり差が私にはよく分かっていません。
まあだから、まあ、どうなんだろう、俺で言うと、うん、まあ、40代50代である程度資産ができて、うん、もしくはリモートでもできるような仕事をしてるんだったら、はい、沖縄は悪くないと思ってます。あ、老後とかは、はいはい、で20代で移住するって考えた時、俺は東京生まれで東京育ちなんで、はい、移住しなくてもいいので、うんうん、なんだろうな、普通の人に言うならば、はい、沖縄の人に言うならば20代で東京にまず行こうとは思いますね。あ、外に出、県外に出てみて、外に出ようよっていうのは思ってますね、はいはい、それは確かに私も思うかも。沖縄の良さっていうのをもっと知るとか、うんうん、東京の人たちっていうか、まあ、中央の政治家とかもそうだけど、うん、沖縄をどう見てるんだっていうのが分かると、うんうん、もっと変わると思うんですよ。なるほど。だからまあ基地の件とかいろいろね、予算減らされたりとか、多分年明けはいろいろ騒がれてると思うんですけど、うん、いいことも悪いことも含めて、そう、うん、で、それを考えるところに行くのと、うん、あとやっぱり帰ってくるところはとりあえず皆さんあると思うんですよ、沖縄の人って。そうですね、俺東京生まれ東京育ちだから、実家の親父とおふくろが亡くなったら帰るとこないっていうか、そこしかないじゃないですか、田舎がないんですよ。あ、なんかでもそっか、東京の人は言いますね、なんか聞くかも。で帰ったところでみんないないしみたいな。そうか、みんなそっからまた別に。東京の場合って、そう、生まれて育っても、はい、ある程度行ったら、僕の同級生結構まあお偉いさんになってる人いっぱいいるんですけど、うんうん、政治家の方とか官僚の方とかいるんですけど、はい、会わないよね。で地元で帰ったからって会うわけじゃないの。なんでかって言ったら、もうそこが新興住宅地として開発されて、たまに歌になってるから、はいはい、多民族がいっぱい入ってきてるから、地元の集まりってないんですよ。だから沖縄の地元の集まりみたいなところに帰れるっていうのは、はいはい、すごい夢があって、うん、出ても癒してくれるところに帰れるから、失敗しても帰ってこれるじゃん。うんうんうん、俺はさ、失敗しても帰るとこなかったっけ。なるほど。だからすごいストレスが全然違うのよ。だからこれでまあ簡単に起業しちゃったんだけど、はい、やっちゃったなと思っても起業して会社辞めた時はやべえって、俺会社にいた方が良かったかもって思った時期やっぱあった。うん、なんか帰る家はあっても、その場所、そうそう、癒されるエリアっていうのはないんですよ、うん、はいはい、周りの人が大変だったねって言ってくれるとこはないの。みんな、まあ、中学校の友達とか集まって愚痴る場所がないみたいな感じなんですね。ないで、はいはい、中学校のやつだと集まっても愚痴んないし、高校のやつらとは今でも集まったりするけど、でもないかな。で専門学校の時はやっぱり自動車の関係の仕事に就きたかったから、はい、整備の学校行ったんだけど、うんうん、ぶっちゃけさ、みんなお勉強できない子たちの集まりだったんですよ、俺からしたら。おうおう、まあ、不良の子たちなんで、おうおう、だから話が合わない。まあそうか、うん、今まで一緒にいた人たちとちょっと雰囲気が違う人たちが多かったんですね。そうそうそう、だからそこに入った時もやっちゃったなと思ったんだけど、うん、でも結果的にやっぱりそうじゃなくて、そう自分で選んだ人生だから、うんうん、っていうと勝負するのにやっぱ東京行ってほしいなと思う、うんうんうん、別にそれがなんか行ったんだけどどうしていいか分かんないんだったら、別に相談窓口になるから頑張ってと思う、なんか、はい、なんかそれはあるかな。まあそうですね、確かに、まあ、20代、まあ、20代10代とか若いうちに出るんであれば、ちょっと挑戦するような思い切った場所に行ってもいいかなと思います、ね、うん、別に東京じゃなくてもアメリカでもいいと思うんですけど、うん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 、どこでもいいですよ、海外でもいいんだけど、はい、だからそういう外に出るって経験をして、もうちょっと幅広い視野で自分を見れるじゃないですか、うん、なんかそれはやった方がいいかなって気はするけど、思います。なんかね、そこの人たちと会って話をするだけでもちょっと考え方変わったりもしますしね。多分みんなに言われると思うよ、沖縄出身です、いいなって言うと思うよ。まあでも私の世代はそうでした、確かに、うん、まあ、沖縄に対していい印象を持ってくれてる方が多くて、うん、そうだよね、うん、俺もだから初めて沖縄にすごい興味を持った時ダイビングだったんだけど、はい、その後仕事絡みでたまたま地元の俺の後輩の旦那さんが沖縄出身の人だったんですよ。あ、まあ、それが、今議員になってる、今井恵理子さんのおじさんにあたる方だったんですけど、おじさん、へー、そうそう、でその人がめっちゃ沖縄に行こうよ行こうよっつって、うんうん、で一回一緒に来たのかな、なんかそれで食べ物とかもそれで、そこは食べ物屋さんやってたから、はい、そこに引き込まれてったよね、うんうんうん、いいなって、沖縄地元っていいですねってやっぱ言ってたもん。へー、うん、
そうか、うん、行った方がいいと思うけどですね。まあ今沖縄ですって言って邪気にされることはそうそうないでしょうし、ないと思うよ、ないって羨ましいよね。親とそのちょっと上の世代とかはあったっていう話は聞きはするんですけど、まあもう時代が ね戦争からずいぶん離れたっていうのもあるし、うんうん、やっぱ今綺麗な海沖縄みたいな、うん、僕の周りの人たちってみんな関さんと仕事をするから、はい、沖縄行かなきゃって言うんだけどいや別に俺が東京行ってもいいんだけどみたいなのはあって、なんかちょっとそうじゃないんじゃないっていうのはあるよね、うんうん、それ来る理由にしてるみたいな。だからそういう人たちと出会えるわけじゃん、はいはいはい、向こう行ったら。だからそうやって来たら自分を頼ってまた沖縄に来てくれる人いるから、うんうん、沖縄のためにじゃあ観光客じゃなくてなんかすごい濃いお客さんを引っ張ってこようと思ったら、そのつながりが、まあ、観光大使みたいになれるわけじゃない、はいはい、だからなそういう人がいっぱい行った方がいいと思うけどね、うん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 、地元のことをやっぱ伝えたいっていう人たちが行くといいような気がする。それは海外に行っても一緒じゃないですか、うんうん、沖縄ってこういうところ行ってみたいっつって、うん、そうですね、沖縄が好きな人こそ出るべきかなっていう、うん、そう、そう思う、うん、そう思う、それはありますね、はい、ちなみに30代だとどことか分かんないけど東京来て飽きちゃったら、はい、神奈川とかじゃない湘南とかじゃない海海分かんない全然都会からちょっとだけ離れてみるみそう俺はだから東京に住んでたんだけど八王子で育ったんだけど、はい、これ新宿で生まれたんですよ。で都会じいちゃんたちはもともと神田、はい、に家があったんですよ、はいはい、神田一丁目だったんだけど、うん、まあ、当然その都会の雑踏だから、ね、うん、そこから八王子に移住してるんですよ、はい、でそれにくっついて俺たちも行ったんだよね、はい、お袋とかと、うんうん、でそこで住んで、でまあ多摩が近かったっていうか多摩にも行ったのは高校の時に多摩だったのと、うん、区画整理になっちゃってうちが、あで道路が広がるからって言ってうちはよくあのトンネルさんが言ってる昔言ってた野苑っていう野苑街道っていう街道があるんだけど、それ沿いだったの、その道沿いだったの家が。なるほど。でも立ち退きみたいな、それがそうそう4車線になるんで立ち退きになって、うん、でまあ俺はその時も家出ちゃってたんだけど、はあ、でその時は30代20代後半かな、20代半ばか、その時はもう20代前半か、平塚に住んでたんですよ。それ神奈川なの。そうですね。そうでもバイクで10分走ると海みたいなところに住んでたんだけど、なんかそういう関係でちょっとその辺多摩とか日野とか町田とか入り乱れてるあたりで、うんうん、だからまあなんていうの、接近してる教会になるところらへんに住んでたからちょっと歩いたら町田だし、はいはい、ちょっと歩いたら八王子だしみたいなとこだったっけ、うんうんうん、だからまあ多摩と八王子育ってる人も、まあ、ほぼ八王子住民で、まあ、その後ずっと多摩市に住んでるから、まあ、多摩地区って言うんだけど全部、あ、地区って言うと多摩地区になるんですね、うん、そうそう三多摩地区って言うんだけど、はい、そこで育ってるんで、まあ、そこからだとやっぱり埼玉方面には行かないよねみんなね、山しかない、秩父とか山しかないからどうしても海に降りていく、はいはい、下に降りていく感じ、そっかそっか、神奈川とかの辺に行っちゃうんですね、うん、そうそう、だからまあそれか横浜の方に行くかじゃないのかな、はいはいちょっとそこで東京で揉まれた後はちょっと落ち着いてお金も稼げたんだったら横浜あたりに住んでもおしゃれだし、うんうん、湘南あたりでもいいんじゃないのっていうっていう感じで、そうそう、関東周辺の人、そう、周辺の人はそういうふうに考える、はいはいはい、でサーフィンやる人は千葉の方行けばいいしみたいな、ああそうか、まあ湘南でもいいけど千葉の方が多いかなっていう気がする、うん、なるほど、うん、へえ、いいですね、うんまあ、沖縄だと多分俺は那覇だからちょっと宜野湾に上がったけど、今はもうダイビングばっかりやってるからちょっと元部にも家借りようか名護に借りようかって悩んでる今潜る場所がだいぶ北に行ってるんですね。あ、そうそう、冬はどうしても北風だからこっち潜りにくいんですよ。でこの間もなんかレッドビーチ行ったんだけど、レッドビーチ全然あのうるまなんだけど、全然もうなぎなんだけど、もう先に入ってる人がいるとめっちゃ濁るわけ、砂地だから。あ、なるほど。いや、上がってきた人がみんな今日もう3メーターぐらいしか透明度ないっすよって言ったらうちの神さんがもう絶対嫌って言うから、うん、ここまで来たのに入んねえのかと思って帰ってきただからちょっと北部に、うん、どっか中間、季節ごとに借りて動いても面白いかなって、うん、元部行っちゃったらもう大体決まっちゃって船も出してくれるとかあるからそこ行こうかなとは思うけど、うん、はい、まあ名護あたりになると便利だよねっていう、名古屋はそうですね、最近ちゃんと大きなお店とか街になってますしね、うん、
不便はなさそう。まあ、宜野湾より全然いいですよ。イオンもあるし、ドンキもあるじゃないですか。あ、そうか、ドンキもできてるのか。うん、佐久本とだってメイクマンなんか並んでるからね。どうしたってなりますね。ネオパークもその隣だぞみたいなところだから、うん、何でも起こされてるんですね。そうそう、だから結構狭いエリアにいろんなものがあるなみたいな、うんうん、そういう意味ではなんかまあそういうのもありかなっていう。そうですね、まあ、20代じゃなかったあの周辺で頑張って、その後ちょっと北の方に行って、北部行けばいい、そうそう行けばいい、まあ、あとは離島でもいいと思うし、うんうんうん、なるほどね、すげえ適当だけど大丈夫ですかね。大丈夫です。正月からみたいな。正月からで、あ、おすすめの宿泊場所来たらここに泊まってみたらっていう、うん、あ、結構俺レビュー書いてるんだけどさ、 Google に、 Google マップに、はい、どこの宿泊施設とは言わないけど、はい、記念日に行った方がいいです、うん、みんな。この間泊まったのは、はい、去年泊まったのは結婚記念日は僕12月16日なんですよ、はいはい、うちのかみさんの お父さん亡くなった日で、うん、お父さんがちょっとね、俺と知り合った時の話で亡くなっちゃったのがあって、はい、そこにしてるんだけど、うんうん、シェラトンサマリーナ泊まったんですよ、はいはい、でうちなんちゅうプランで泊まらせていただきました。で、はい、その時に結婚記念日で選んだんですよ、シェラトンを、うんうん、うちのかみさんがね、はい、それを書いたの、結婚記念日なんですから予約の時に。であそこって縦長で海に向かって斜めに建物が建ってるから、はいはい、オーシャンビューではあるんですよ、どこも、うんうんうん、海に近いオーシャンビューか海に遠いオーシャンビューかなんですよ、はい、一番海側の部屋を用意していただきました。おで、なおかつ、うん、ハーフボトルのシャンパンついてました。あ、いいですね。だからやっぱ記念日だっていうのはちゃんと申告した方がいいですね。そうそう、はい、で誕生日とかだとちゃんと免許証見せてくださいって言われるけど、まあ結婚記念日とかはどこ見ても何かあるわけじゃないですもんね。そうそう、だからまあでもまあちゃんとね、嘘はつかないでやってほしいんですけど、うん、記念日に行くっていうことで言うと、うんうん、まあ恩納村のリゾートとか、まあそれは読谷村だろうが、はい、まあなんだカルチャーだろうが外さないと思うんですけど、うんうん、記念日ですってことを伝えた方がいいと思います、はい、ですね。それは確かに今の話を聞いてても思いますね、うん、オリオン元部、その前の年がオリオン元部泊まってるんですけど、その時は、はい、俺の誕生日だったのかな、うちの嫁さんが撮ってくれて、うん、はい、それも部屋めっちゃいい部屋だったよ。おグレードアップ、はいはい、やっぱそういう、まあ、これマーケティング上っていうかブランディング上やり方なんだけど、うん、そういうとこって絶対記念日外さないって決めてるから、はいはい、ある一定のランク以上のホテルとかだったら間違いなく、はい、でもホテルは大体やってくれる。確かにそういうことを、そのなんでしょう、おもてなしの、そうそう、すごいそれはあるから、ね、する場所でもあるので、うん、だから宿泊施設は、まあ、サンマリーナ良かったですよ。いいですね。でたまたまビュッフェだったんですけど、はい、隣にうちウィラボ沖縄を立ち上げた頃に英語ボックスっていうサイトを立ち上げた、うん、僕の友達がいるんですよ、たっちゃんって友達がいるんですけど、そいつが隣にいて、なんという偶然ですか。大阪に住んでるんですよ、はい、あれと思って似てんなと思って、はい、でもまたビュッフェ取りに行って絶対違うだろうなと思って前過ぎてちょっと食べたんですよ、うんうんうん、でまた取りに行って戻ったら俺結婚式出てるから、うん、あれ奥さんも似てるってねえよなと思ってお二人でいたんですね。すれ違った時に奥さんもあって顔したんだけど、うん、違うだろうなと思って取りに行ったの、うん、でこっち残ってて一人だけ残ってて、はい、だっちゃんっつったらあーとか言ってお互いちょっと探ってたんですね。そうで、なんでいるんですかって言うから、うち結婚記念日なんだよねって言ったら、そいつルームサービスに萌えよ俺にプレゼントし、なんという粋な計らいですか。そうそう、だからまあ、サンマリーナさんじゃないんだけど、はい、まあ、持ってきてくれた担当者も俺部屋の中でさ漁さんで歩いてってわけ、はい、さ入り口で玄関で靴脱いでさ、はい、中にその萌えを持ってきたの、はい、あこの子すごいと思って、はい、靴脱ぐんだと思って、はい、脱がなくていいのにと思って、はい、でなんかそういう計らいとかは、まあ、やっぱさすがシェラトンだなと思ったんですけど、うんうんうん、そうシェラトンは良かったっていうか、まあでもその前のオリオン元部さんとかも、そうだし、いろんな、どこだろう、カノンさんとかも、カノンさんも泊まったんですよ、はいはい、なんかちょっとバンガロー的な、ちょっとなんかこういう一個一個の箱になってて、うんうん、でチャンプルーっていうお店をやってて、それ嫁の誕生日で行ったのかな俺、でそれも誕生日だっつって、はい、うちのかみさんの誕生日だって言って行ったら、うん、まあ、部屋は変わんなかったんだけど、
あ、じゃあリムジンでお送り迎えしますってすごいリムジンで居酒屋まで連れてってくれて、はい、で行きだけ行ったらちょっとすいません、車調子悪くなっちゃったんで帰り僕の出てたら今度レクサスで送ってくれたでもどっちにしろいい車で、そうそう、まあ、社長さんだったんだけどはい、はい、すげえと思って、結構やっぱ記念日っていうことを言うと、うんうん、意外とやっぱ対応やっぱりそのここでいい思い出を作ってもらおうってなりますもんね、うんうん、だそういう意味ではなんか宿泊施設どこっていうよりかは記念日にはみんなどっか行こうっていう感じ、ね、うん、まあ、その結婚記念日とかが平日であればもうその日じゃなくてもその周辺の日にちで行けばいいんですよね、うん、あ、だから言い方として、ね、誕生日、おととい誕生日だったんですけど、はい、その祝いちょっと休みが取れなくてここを取ったんですって言えば、はい、ホテルの方って別にじゃあダメとは言わないだろうし、そこの計らいはしてくれるだろうから、まあ、それでなんか気持ちいい思いして帰るのはいいんじゃないかなっていう意味では、うん、それで俺外し沖縄でなんかほら外す食事とかって結構あるんだけど、はい、ホテルはそういう記念日に行ったとこ外したとこないですよ、うん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 、あの美声、オリオン元部さんの後ろにあるなんとか美声ホテルかな、なんだっけな、忘れちゃったけど、はい、そこなんて朝クジラ行くんで、はい、朝朝食いらないですったら朝、フロント寄ってくださいって言われて、はあ、ランチボックス用意したって、なんどうぞみたいな、かっけーと思って、かっこいいですね、そうそう、だ意外とやっぱそういうとこあると思うので、はい、まあホテルとかってやっぱりね教育もしっかりしてるし会社もでっかいし、うんうん、しっかりしてるんで、はい、なんかそういうだから、まあ、うん、何かもらいに行くわけじゃないですけどそうそう、そのまあ記念日なのですよっていうおしゃ、ね、お話みたいな形で、うん、そう記念日だから楽しみたいんだ っ, つって、はい、いうふうにその予約時にお伝えすれば、うん、もしかしたらそのアップグレードだったりお部屋にドリンクちょっとサービスだったりっていうのがあるかも。で部屋もほら選べないプランで行っても、うんうん、いいお部屋だったり、うんうん、海辺のお部屋だから、まあそれが本当は一番後ろだったのかもしれないのが真ん中辺行っててもいいじゃないですか、うんうん、あでも本当はもっと後ろだったのかもって思えば、で、まあ、あやってくれたんだ、シラトンはたまたま空いてたから多分一番前になったと思うんだけど、はい、オリオンさんとかもすごいいい部屋だったんだけど、うん、じゃあ特別すげえなと思ったのかさ、うんうん、それが普通なのかもしれないわけで、俺たちはでもそれなんか通され方とその中開けた時にすげえこの金額でこれこの部屋なんだと思って、うんうん、で目の前タッチ見えるしほらエメラルドビーチじゃない、うんうんうん、だからなんかそういう分ではなんか宿泊施設ここっていうよりかはなんか記念日にはみんな宿泊うちなんちも行った方がいいよと思ってる。確かに、でもまあそういうことがなかったにせよあのこうちょっといつもよりと違う場所で記念日を過ごしてるっていう思い出だけでもすごくいいものになりますもんね、うん、そう思う、うん、だからお子さんの誕生日とかでもいいと思うし、うんうん、ケーキは自分で買ってってもいいと思うんですよ、なんかお部屋で食べたっていいですね、そうそう、だからなんかそういうのもなんか演出する、カノンさん泊まった時は僕はあのオキポタの藤田社長に頼んで、はい、マンゴーの、ホールケーキお願いして持ってったんですよ、うん、それ写真撮って、うん、はい、オキポタにも送ってあげて、うんうん、でそれ食べて、うん、でなんかそれはホテルに冷蔵庫ありますかって何ですかってちょっと誕生日でケーキを冷凍のやつ入れるんですけど、はいはい、っつったら、うん、じゃあリムジンで送り迎えしますみたいなあそうなんだって、はい、なるほど、うん、もうありますもんね、いろいろこうやってやりたい、サプライズやりたいとかあったらお手伝いもしてくれますしね、うんうんうん、あの要望があれば女村は観光協会の方も僕存じ上げてるんで、はい、あのトンネルズのみたいに穴掘って落としたいっていうんだったら、はい、事前に言っておいてくれば多分やってくれるかもしれない、マジですかそれを見たいですそうそう、やってたよね、あれサンビーチだよね、サンマリーナだよね、はい、多分そういうのもなんかあのいいですね、本当にサプライズでなんか、うんうん、ほらたくさんの人数で来るとか、はい、修学旅行生とか結構来てましたよ、さクソ寒いのにみんなシノケルとかやってましたよ、喜んであ絶対泣いちゃうなんだなみんなと思って、そうです、ね、あったけって入ってたから、あ絶対泣いちゃうなと思って、そう県内住んだら絶対入んないって思います、ね、まあ、そういうのもなんかねちゃんと伝えると、うんうん、なんかいいこといっぱいあるんで、まあ、県内需要がこれから宿泊施設も重要だと思うので、うん、なんかぜひみんな行ってみてください、はい、はい、いいですね、では覚えたら便利だと思う、うちな口だからよ、だからよ、だからさ、あのそのニュアンスはね覚えててもらえると、覚えられないでしょなかなか、それ難しいですか、上級編だと思うよ、あで何でしょう、でもこれ使えてるとマジで便利だと思うんですよねでもそれって多分奥さんも旦那さんも移住者だと、うん、あだとそっか、
タイミング測れんじゃん。うちはだからさとか言うと、はい、嫁さんが返すじゃない、うんうんうん、それは片方 が使いこなしてるからなんですね。純潔なんで沖縄純潔なんで使いこなせるんだけど、はい、そうじゃない人たちってなかなかだから要は使いにくいんじゃない、うん、上級編だよね。なんか例字とかの方がまだ使える。そうですね、とってもでしょうってことですもんね。そうそう、うん、なんかそう、そうだからよって返さないよねあんまり。俺初めて聞いた時何言ってんのと思ったもん。何何それだ、何の会話みたいな。どんなシチュエーションでも使いますもんね。肯定でも否定でも。そうそう、その前のなんか国語で言うと前の文法の流れからそれを察している言葉だよっていうことじゃない？はいはいはい、非常に難しいと思うよ多分。空気がその前の会話が分からなかったら、はい、もう何言ってるか分からないじゃん。うん、多分何に対してのだからさなのみたいな。そうそう、だから5、6年しか俺もいないけど、はい、なんだろう、取材してるからさ、国が見たかにも行くから、はい、おじいおばあと話すじゃん、うん、初めはだからうちの嫁さんもそうだけど、はい、嫁さんのお父さんとかも言葉半分ぐらいしか分かんないし、読谷の北釜とか行ったらさ、はい、親方が言ってる言葉半分ぐらいしか分かんなかった。半分分かればすごくないですか？そうそう、今はもう分かるよ、はい、米原工房の米原さんとかも話すけど、はいはい、もうもごもご言って、うん、内長口っていうか、まあ、ユンタンジャの言葉だからなまってるじゃない、うんうん、もう初めは何言ってんの笑っちゃうわけ。記事書くっていうか録音してて、はい、録音してから大丈夫だと思って帰るじゃない、何も聞き直してもやばいどうしようってなりますよね。そうもう分かんないから、この間聞いたんだけど、うん、したらこの間また言っただろうっていうふうに言われるんだけど、いや分かんない、言ってる意味が分かんない、いや聞いて全部あるんだけど分かんないんすってなります、うん、そうだからそこは結構だからよとか相当だからよは使えたら便利だと思いますよ。っていうかね、俺からしたら使えたら、はい、移住者からしたら使えたらかっこいい、うちはうちかっこいいになるんですね。すげえ溶け込んでると思う。なるほど、万能がゆえに、うんうん、だってもう、はい、三振の音が流れて、うん、朝天運太とかさすがに俺も分かるよもう、はい、だけどそれ移住してきたばっかりの人って分かんないじゃん、あこれなんて曲っつっても分かんないじゃない、はいはい、それって多分夫婦でナイチャーが移住してるとか家族でナイチャーが移住してたらなかなか溶け込めないと思うけど、どうなんだろう。なんか沖縄の人と絡む場所がないとなかなか、うん、お子さんいればね、はい、学校で絡むから多少だんだん慣れてくるのかもしれないですけどね、ね、こう二人で移住してきてコミュニティも移住者コミュニティだったりするとまあ使わないですよね、うん、行きつけの居酒屋の女の子に、はい、これまだって言ったら、うん、ナイチャーでしょって言われたことあるもん俺何のそれ何って言ってタンチャーってこととか言って、はい、まあ、そういう会話をしたけど、うんうん、すぐ仲良かったんだけどそのことまだって言われると催促されるとあ県外の人って感じになるんですね。そうそう、うん、なるみたい、はいはいはい、ナイチャーですよねって初めの第一声がナイチャーですよねって言われてうるさいわと思って、今そこ俺の友達が買収してそこ買ったんだけど、はい、その子もあれですね、結構ストレートに、ね、チャレンジャーだなこいつと思って俺に文句言ったと思って、はい、そっから仲いい、そっから仲いいんだけどめっちゃそう、うん、タンチャーってことって言ったら、はい、うちのうち分かるんですねって言って、あその時言われた、なるほどタンチャーだよっつって言ったもん。うん、それぐらいかな。あ、そう、短期ってことですね、知らない人は、うん、タンチャーって短期ってこと、短期ですね、うん、あ、どこに言いますね、便利だけど難しい、便利だけど難しい、うん、まあそうですね、そうかそうかネイティブからするとよなんかピンとこないのがありますけどそうだなんかゆるいあいつうんうんぐらいの感じで言い使いますからね、うんうん、さらって言うから話聞いてなくてうんだからねって言う、だからさ、だからよとか言うじゃん、うんだからってなってますもん、うんみたいな、えみたいな、何の流れ今だ、なんて聞いてたって言ったらあごめんっていう感じに難しいですね、難しいですかね、うん、そっかそっかあとまあ5分ぐらいか、いや1個ぐらいいけそうですね難しいのは難しいな、関さん何かやりたいのありますか？じゃあ特にないです。特にないですか？
じゃあまあ、じゃあ美味しい魚介に出会うならここ。これ難しいよね。はい。沖縄で魚介が美味しいっていうのを思っている、海が近いから美味しいっていうのもありはするんですけど、なんでしょう、求めているものと違う可能性が結構あるなっていう。これね、肉もそうなんだけど、うん、多分俺って東京で育ってるじゃないですか、はいはい、だからいいものをたくさん食べちゃってるんですよ多分。そのまあ東京ってね、日本の中心でもあるので、うん、いいものがたくさん集まりやすい場所でもありますもんね。あのだから例えばこっちの訴追で言うと、はい、A5 ランクの肉出してます、うん、何々牛ですって出されて食べて肉として認めないこれっていうのは結構出てくる。ほー、厳しいですね。本当に、うん、そうそうそう、うん、で肉は結構うるさくて、僕の師匠もめっちゃうるさくて飛騨牛食っちゃうともう他食えないっていうのもあったりとかするから、はいはい、結構肉にはうるさいんだけど、魚介もね、お魚も寒いところの方が美味しかったりしますしね、うん、そうで、あとやっぱその取った時にどれだけちゃんと上手にさばいてて、うん、血合いとかの洗ってるかとか、はい、処理してるかみたいなところで言うと、沖縄やっぱ結構、雑、その処理が甘かったりするところが多い。雑で、うちのかみさんが特に漁師飯食えない人なんですよ。漁師飯を選ぶんだけど、はいはい、食べてみたいとは思うけど、処理がちゃんとしないの嫌だ。いや、うん、要は例えば皮もこれ普通もうちょっと焦げてたらパリパリで食べてちゃうんだけど、はい、微妙じゃないっていうと食べたくないって残す人あと骨とかもたくさんあったりとか嫌だって、うん、食べにくいってので、お前はもう魚介類食うなって気づいてもこんなのいっぱいあるぞとかって言うんだけど、うんうん、やっぱりどっちかっていうと伊豆半島とかの方が美味しいです、魚介は。ね、なんかお魚に関しては県外その、の方が美味しいよっていうのはなんとなく沖縄の人たちの中でもありはします正直、うん、でまあどこだろうな、美味しい魚介っていうか、うん、宜野湾は何軒か定食屋さんでもあります、はい、だから出しててここ美味しいよねっていうとこ、うんうん、ちょっと名前忘れちゃった。ですね、なんかお魚食べるお魚の処理がまあ県外と沖縄では若干違うってのもあるので、うん、ですけど、うちのそばで言うと、はい、330からちょっと入った宜野湾に、うんうん、豊かっていうお店があるんですよ。居酒屋さんか、はいはい、うん、招き猫かなんかのちょっとした、うん、ちょっと入ったとこで、なんだろう、沖国に着くちょっと手前に、はいはいはい、左側に病院があるんですけど、うん、宜野湾記念病院、うん、そのちょっと手前の右側なんだけど、そこは、居酒屋なんだけど魚刺身とかすごく上手にさばいてる、うんうん、そこのは普通に食べる俺も、うんうんうん、美味しいっていうか、まあ、そこのマスターとかも仲いいんだけど、うん、はい、なんかコロナの時も、早く開けるのはいつでも開けるから、はい、3時から開けたいとか言ったら関さん電話してくださいって言われるけど、いやそんな来ねえよっつってでそこはちゃんと、はい、なんだろう、わさびとかもちゃんとこう出してくれたりするし、うんうん、だからそのわさびが本わさびだったらめっちゃ美味しいのになこの刺身と思っていつも食べてる感じ。練りわさびだけど、うん、沖縄って本わさびってあんまないじゃない、なかなかないですよね。そうそう、多分育てられないっていうところもあるんだろうけど、はい、本わさびあったらめっちゃ美味しいのになっていうお店が何軒かあって、うん、その中の一つかな。うーん、あともう一軒は伊佐にある定食屋さんなんだけど、うん、ちょっと名前が分かんない、伊佐からちょっと降りていったところに、はいはい、船盛りランチみたいなの、あ、へー、10食限定とかなんですよ、はい、で999円とかでやって、おー、いいです。58号線までは降りない、58から、あ、伊佐の北の交差点の1個ぐらい先かな、うん、を、うんうん、左に、海の方に降りていくんですよ、那覇から行くと、はいはいはい、と多分その内側に今度、西海岸から来てる道路が来てるじゃないですか、うんうんうん、でまた58に合流していく、うん、ちょっと手前のところにドンって出る、ちょっと手前にある定食屋さん、なんだっけ名前覚えてない全然覚えてないけどそこはみんな俺連れていくけど、美味しい、みんなここ魚介美味しいねっていう、はいはい、うん、ちょっと伊佐のあの辺です。あの辺
ちょっと皆さんぐるぐる探してみてください。ちょっとそうそう、だからちゃんとねマスターとか呼んだりとかしてもいいんだけど、うん、もうその船盛り丼は11時オープンとかだと11時3分で売り切れてるみたいなイメージです。はいはいはい、もう本当に、ま、狙い、オープン待ち、狙いは午後1、あの夕方営業の時も10食かなんかやってるから、はいはい、それで行くっていうか、お金プラス出すからやってって言っても作れないって言ってた。物がない、10食分しか作ってないみたいで、なるほど、そこは美味しいですね。あと、僕の師匠とか来た時に行くのが糸満の道の駅の、はいはいはい、なんだっけ、お魚市場だっけ、ありますね、あそこも取れたてのお魚、新鮮なものがあるので、あそこはなんかそれを出して目の前で売ってるじゃないですか、うん、いっぱい、はい、あれは意外と美味しいかもしれないです。そうですね、あそこでそうか、牡蠣とかも食べたことありますけど、うん、美味しかったです。美味しいですね、うんうん、あそこが多分安くて好きなもの食べれて一番いい気がする、うんうん、なるほど。ある魚を刺身でさばいていつもさばいてくれるし、うんうんうん、あそこかな。そうですね、まあ、新鮮なものであれば間違いないですもんね、うん、中でやっぱその漁師飯みたいなのやってるとこ行って、うんうん、この間うちの嫁さんが、はい、もう来ないって言ってダメこれってなって、そう、処理がちょっと嫌だったっつって、うんうん、まあ、漁師飯だからね、まあまあそんなもん、いやそうですけどね、確かにそう、鱗とか多少残っててなんぼのもんみたいな、そうそう、それ嫌だったみたいなんで、はい、そう、魚介は難しいですね。なるほど、はい、まあということで時間もそろそろいい頃合いです大丈夫かお正月みたいな、お正月みんな美味しい、多分魚を今食べてると思うので、そうですね、うん、美味しいね、ごちそう食べてるはずなので、はい、ぜひぜひ今日お話ししたところで何か気になるところがあれば行ってみたり、この同じ話題でちょっとお正月みんなでお話をしてみるのもいいかなと思います。はい、はい、お正月一発目、本当に1月1日に放送されるの、放送しているということで、なんだかちょっとねそわそわするんですけど今まだ冬至だからね、はい、今日ね冬至なんですけどこれが1月1日放送かって、はい、改めてちょっとねそわそわしてるところではあるんですが、はい、うん、今日からがっつりね、はい、今年いい年にしましょうってことで、そうですね、はい、やっていきたいと思います、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では来週またお目にかかりましょう。それでは。